ーの、ちょたちょてトレーニング。じゃあ今日はトイプーちゃんのカットしていきたいと思います。今日はね、マズルを初心者さんにありがちな三角マズルになっちゃう人って結構最初の頃やと多いかなと思うんですけど、おにぎりみたいな形の。それになっちゃう原因やったりとか、解決法やったりとかっていうのを解説していけたらなと思います。じゃあ今からちょっと失敗例みたいなのをやっていこうかなと思います。結構、こう、がっつり書き出して、なんならこう引っ張り出して、こうやって切っちゃう人多いかなと思うんですけど、こう引っ張り出して、ここ目元全部切っちゃうと、切っちゃいます。三角っぽく、今毛上げてたのを丸く、まあこう、この状態だとちょっと丸っぽく見えるかもですけど、毛上げてたんで、降りた時めっちゃ三角じゃないですか。これが結構初心者さんにめっちゃあるあるです。なんで、こうしないためにどう切るかっていうと、一つはもう上げすぎない。僕はいつも基本横に上げるぐらいにしてます。ちょっと奥にしたとしても、こう奥に全部するというか、ちゃんと元の位置に戻すみたいなイメージですかね。こう自然にコーンを入れるみたいな感じです。まあ目元で言うと、この幅ぐらい。この幅ぐらいを切るイメージですね。なんで、目の、ほんまに目のとこ、ここはスッキリするんですけど、こういう、この幅の出てくる毛は切っちゃいます。この、ここだけ書き出すイメージ。ここのピンポイントだけ。ここは、もう基本まっすぐですね。ここ切るのは、上は。ここ無理に丸めようとしちゃうと、こっちみたいになっちゃうんで、もう基本はこんな感じ。でほんまにここの角ちょっと落とすぐらいで、目元のこの 目の幅はまっすぐなイメージですね。じゃあここのこの垂れ具合と、ここの垂れ具合とここの丸みが全然違いますよね。なんでハサミの入れ方とコームの入れ方でこんだけ変わります。じゃあ次はこの三角になっちゃったのをどうリカバリーするかっていうのをやってみたいと思います。結構こっちも三角にしちゃいますね。じゃあ書き出して、ここをこうがっつり出てんの切っちゃうと三角になっちゃいます。今三角になりました。で三角をリカバリーする方法としては、まず三角ってこう三角に見えるんですよ。なんでここをまずの上やったり、ここっていうのをすっきりもう取ってあげます。ここが残ってると三角に見えやすいです。なんでこの目と目の間はまっすぐ、上はまっすぐ。三角になってしまった子とかは、このマズルの鼻の上のラインをもう短く取ってあげると、ここの山がなくなるので、それだけで若干三角をリカバリーしやすいです。こんな感じ。マシに。なったんじゃないですかね、これだけでも。で、次はこうなってる、この下のここがより三角形っぽくなってるので、ここもこう切り上げてあげると、ここの角が今下でこうなってたのが真ん中でこうなると、まあ、三角っていうよりひし形とか楕円っぽくなるので、一気にもう解決できます。なの でこの時も下にやりすぎちゃうと、ここ切った時に、また普通の毛の流れに戻った時に、次切りすぎみたいなことが起きるので、もう横にですね、基本は。で、ここの三角の頂点を上に持ってくるイメージで、切ってあげます。こんな感じですかね。じゃあどうですか？もう三角の面影ゼロじゃないですか。ここの山を取って、こっちの山、こっちの角も頂点を真ん中にしてあげるイメージで角を取るだけで、
もう三角がなくなりました。で次この子ね、結構1ヶ月経つと目にめっちゃ毛がかかっちゃうんで、こう生え癖とかもあって、なんでこの子だいぶスッキリなんですけど、目元はすごいスッキリさせたいんですけど、まあ、さっき言ったみたいにこう全部三角形にしちゃったら、まあ可愛さっていうのがなくなっちゃうじゃないですか。なんで、まあ、今ちょっとほとんどもうやってるんですけど、だいたい目尻幅ぐらいとかちっちゃいマズルにしてあげると、結構この奥側ですね、ここ結構奥に出して目にかかるような毛をすっきり切ってあげても、目尻幅ぐらいとかふんわりしてなかったら結構可愛い形のマズルが作れるんですよね。目元すっきりしてほしいっていう飼い主様の時に、可愛く切れないってなってしまう場合は、もうちっちゃいマズルを提案してあげてもいいのかなと思います。まあ、ちっちゃいマズルよりふんわりの方が好きとかっていう好みはあるかなと思うので、まあ、みんながみんなこうすればいいってわけじゃないんですけど、なんていうのかな、結構、まあ、ちっちゃくても形が可愛ければ可愛く見えるんじゃないかなと思うので、ふんわりして三角になっちゃうぐらいやったら、ちっちゃくして可愛い形のマズルにしてあげると、まあ、全然マズルちっちゃくても可愛くはなるんじゃないかなと思います。ね、手前側を切りすぎてしまうと、こう上に上げて上げて、こう手前の毛をこう切りすぎてしまうと、ここがもうなくなっちゃうので、カバーがだいぶ難しくなっちゃうので、なるべくこの奥側ですね、奥側はまあだいぶすっきり取ってあげると目にもかかりにくいんです。この手前半分ぐらいかなは、ちょっと正面からの形をカバーできるように残しといてあげると、まあ、形も可愛く目にもかからずっていうのを切れるんじゃないかなと思います。目の奥側はだいぶすっきりしてるんですけど、正面から見たら形はまあそれなりに可愛いっていう感じですかね。じゃあマズルだけこんな感じでカットしてみました。どうですか、結構ねコンパクトなんですけど、結構可愛い形やと、ちっちゃくても可愛いなと思うので、さっきね、あんなに三角やったとは思えなくないですか。ここめっちゃ三角になってたけど、この山と角を取ると丸い形にできます。はい、じゃあ顔全部カットしたらこんな感じになりました。この子はね、マズルとか目元だけじゃなくって、お顔も結構すっきり横も切ってるので、まあこのちっちゃいマズルと似合ってるんですけど、さすがにまあちょっとふんわりのお顔にマズルだけ目尻幅とかめっちゃちっちゃかったら、ちょっと違和感は出るかもなので、まあそれはこの目元のすっきりし具合とマズルの大きさと顔の大きさバランス見て、まあ程よく目元をすっきりしてあげれるようになればいいかなと思います。またいいなと思ったり、わかりやすいなと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。あと、もしこんな動画が見たいとかあれば、リクエストいただけると、できる限り動画撮ろうかなと思います。はい、じゃあまた。今日はね、マズルを結構初心者さんにありがちなマシになっちゃうんで、マシになったんじゃないですかね、これだけでも。